今だけでいい。みんなを守るんだ。力を貸してくれ、不動明王。何回今だけがあるねんって感じやけどね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで霞台のおばばのところに戻ろう。ん、こっちやったこっちやった。ん、なんだ、めっちゃ睨み合っとったけど、犬と猫が。鉄のこけし、はい、未来へ移動します。もうこれで自由自在やね。もうこれ多分いつでも行ったり来たりできるようになったってことやろ。はい、行くぜ行くぜ。ナビワン、おばばはどこですか。なんかこののどかな感じすごい好きなんやけど、和風な感じめちゃくちゃ。おお、おばば外におった。おお、主ら、無事に絆をつなぐものに会えたようじゃな。おばばさん、ありがとう。夏目さん元に戻ったよ。はい、ケイスケは大丈夫ですか。うん、ケイスケも無事だよ。すっかり元気になって屋敷で飯を食ってるわい。てかケイスケはなぜあの場所にいたの。どっかでああなっとって連れてこられたってこと、おばばに。はあ、家に帰る途中でなったってことかな。あの、何やった、あの、誰やったっけあの、レッドドラゴン、なんかあのやつなんか安心して力が抜けちゃった。まああれから結構日数経っとったけどね。人と人の絆、つながりが断ち切られるとこのような恐ろしいことも起きてしまう。覚えておきなさい。時を超え別の世界に行くとは、そういう危険と隣り合わせの冒険なのじゃ。うん、気をつけるよ、おばばさん。よくやったのう。さあ、いろいろあって疲れたじゃろ。お主らも休んでいくといい。定期的に帰らんといかんとかそういうこと違うんかな。おばばさん、また秋のりの部屋借ります。うん、ゆっくりするんじゃろ。なんか、はなりの部屋ってすごい、なんか、憧れるんよね。タッチとか見よっても思いよった、私。うん、でも、はなりで事件が起きたら、すぐに気づいてもらえなさそうなんよね。いかん、お主ら戻ってくるのじゃ。なに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 、ええはっはっは。誰、あいつらか、フクロウたちか。まさかこのタイミングで襲ってくるとは思わなかったでしょ。何も思ってないけど、前にも来たやつ。みんな、アキノリ、みんなを安全な場所に。無駄です、あなたたちがここから出ることは不可能。こいつは強力な結界なのですからね。今日はカイラは来ていませんね。よし、では絶対に破ることはできません。何カイラって誰やっけ。随分とお疲れのようですね。さあ、ならば我がしもべの手で眠らせてあげましょう。もっとも、二度と目覚めることはないでしょうがね。カイラって誰。おお、久々の赤鬼。赤鬼たちが現れた。ふー、バトルスタート。頑張るしか。好きな人と一緒に能力。待って、すでに勝ちたくないんやけど、やばくない。頑張ろう頑張ろう。あー、やめて、狙わないで。強い強い強い。もうすでにほら、バクが。いやー、やめて、狙わないで。あ、ダメダメダメ。ほらほらほら。ほら、ダメダメダメ。コマさん、来て。待って、私、引きこもりになってる今。引きこもり歌。はい。パーフェクト。待って、何がどうパーフェクトなんかよくわからんけど。飛び来るしょ。ちょ、待って、助けて。ラスケーテ。ミッチー。ああ。落下犬岩石。ちょっとよくわからんけど。ああ、遅いんかった。くっそ。何、さすらいだな。そのままを狙ってる気がないんだけど。狙ってる気がないんだけど。ちょ、待って、どこ。あった、そこに。待って、さすらいだも狙わせろや、おい。くわ、シャドウサイドから。おっと、ちょ、待って、狙えない。いけるわよ。あ、はい、夏目。え、全然狙えなくね。さすらいだも消えたし。どういうことやね。ありがとうな。あ、ありがとう、ありがとう。待って、夏目、よし、やめてよ。とりあえず、あの、他の妖怪ちょっと出てきて。
あ、ちょっと待って、あっという間に、あっという間に YP いない。あー、来ないでー。じゃあ今、サボるなよ。コマさん、サボるなよ。おい、あー、辛い、辛いです。それ血を出せ。あ、はい、出します。ジバニャン、おいで。はい、ジバニャン来たあ、もしかして周りのその鍋のやつ終わり、終わってない。回復したい、回復したい、回復。あ、赤鬼もしかして逃げた。いける。おお、終わったわね。うわー、よかった。回復したかった今。イエーイ。味玉醤油ラーメン。でもあれやね、食べ物いっぱい落ちとるってことは回復アイテムめっちゃ持っとるってことよね。よき。うちの神社でなんてことするんだ。さあ、結界を解け。赤鬼を倒したですって。なんて凶暴な人間たちでしょう。いや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 、凍結。近くにいるなら助けてください。いや、見殺しでしょ君。お、来た。情けない奴め。下部どもを倒されたくらいでうろたえるな。仕方ないでしょう。私は戦いが苦手なんです。おい、外に出ている袋、お前が倒れれば結界が解けてしまう。そうでした。あとは任せましたよ、凍結。新手の妖怪。貴様が不動雷鳴拳を持つ小僧か。人間とはつくづく身の程を知らぬ生き物だ。妖精拳は人間を持つべきものではない。その剣は我らのためにあるのか。このアシュラゴーエンマルのようにな。我が主のために。我が主の命である。不動雷鳴拳、いただいていくぞ。あります。また戦闘やめてよ。何、トーマで戦うの。どうなの。いや、消えたですけど。消えたですけど。何なんだ君、表面しか見えないのか。あ、これは、あー、消えた。待って、とりあえずトーマ行こう。トーマ、なんかトーマのことね、めっちゃいい動きだし。ちょ待って、とりあえずはグレートか。待って、トーマ速攻で気絶したけど大丈夫。死んでるよ。え、死んでますけど。ムムケムヘバク大活躍やん。イエーイ。ちょ待って、他のみんな、ジバニャン、ジバニャン、とりあえず出ておいで。うおっと、怖い。で、あとはあれや、あの夏目を出す。夏目を、へっちゃらじゃねえや。いっちー。あ、これは負け。あー、ディフェンス。はい、夏目交代中にやられる。つらい。夏目の攻撃だもん。あ、違う、そこじゃない。振り替えが。あー、ジバニャン、ジバニャンが速攻でやられ。お、なにみんなボロボロ。ウィスパーまで。無様だな小僧。不動明王の力を操るというのはまぐれだったか。まあよい、不動雷鳴拳は貴様らをまとめて始末した後に奪ってやろう。トーマね、なんか知らん間に気絶しとったしね、今。動かすことなく。ふん。人間不全に服従する低級妖怪だもんね。貴様ら、妖魔界の恥さらしだ。人間どもと密連に燃え尽きるがいい。え？お、もしかして覚醒？ダメだ。そんなことは絶対にさせない。不動明王。今だけでいい。みんなを守るんだ。力を貸してくれ、不動明王。何回今だけがあるねんって感じだけど。お、また。この容器は、まさしく不動雷鳴拳。行くか。僕が、みんなを守る。お、かっこいいぞ。え、戦うの。え、戦うの。え、体力とか。俺が相手をしてやる。あ、満タンになっとる。ちょ、待って。競技召喚。はい。不動明王。不動明王。
早く早く早く、ちょっと待って、ちっちゃくね、あいつ。雷鳴鉄槌切り、はい、パーフェクト。おー、めっちゃいけるやん。へいへい、ちょっと調子悪いのです。おっと、やめて。何それ何それ何それ、おっと、何も聞いてないですけど、こっちに。おお、いい感じ。いい感じ。あ、なに、溶けた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 。あー、やめて。あ、追いかけてこないで、追いかけてこないで。うわー、怖い。だってこれ多分交代とか何にもない。うわー、回復しないと。でもこれ座れないよね。なになになに、いやー、ちょ、早く憑依できて、早く憑依できて。怖いんですけど、普通に走った方が早かったりとかする。あ、これは金のさすらい玉、どこ、金のさすらい玉どこ、あれや、違う、ちょ、待って待って待って、違う、お前じゃない。あー、金のさすらい玉、ちょー、はい、お、金の、違うのお前じゃないの、あれ、ちょ、お前じゃないと言わない、はい、違う、あー、消えた。くっそ、つらい。あ、これは届かない。でもこれ正面から行ったら危ないやつ、絶対無理やって。あ、やめて。ちょ、待って、体力回復しよう。メンバー交代、メンバー交代じゃん、交代できない。どれがいっぱい回復してくれるの。そこそこ回復、味玉醤油ラーメン、さっきのやつ、はい、イエーイ。痛い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 し、バテてる。あー、逃げんなし。これはどのタイミングで憑依召喚が使えるのかな。アイテムのクールタイム終了。てててててあー、正面から行ってたら危ない。クールタイム結構短いな。あー、 YP がない。待って待って待って、 YP がない、 YP がない。待って、回復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 。大変大変。どれ、すごく回復、どこ行った、え、ないんです。あったあったあった。キングサーモンすごくないや、なんか結構拾ったイメージがあるんやけど。え、でも3個だけなんやね、この世界ではってこと。いや、わからない。あー、そうよ、 YP がないんやってやけん。ちょ、吸い取りたい吸い取りたい。ほい。あー、ここの位置危ない。はい、吸い取って、吸い取って、いやー、はっ、いやー、やめてください。でもあとちょっと。おっと、危ねえ。あー、憑依召喚あと1回ぐらいしたいんやけど、無理っすかね。いい、危ない、危険、危険そうじゃない。あ、危ない。それは危ないよ。あー、体力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 。めまいが、めまい、ちょっと待って、回復するのにちょっと待って。キングサーモン、キングサーモン、キングサーモン、どこ、キングサーモンないですけど。え、どういうことどういうことどういうこと。え、3つあったことない、キングさん。あ、これ個数順？え、違うか、ちょっとよくわからない。なんで個数順と思った。ケイ、もうちょっと、ストレイ、あとちょ、あとちょっとで憑依召喚できるよ、たまりよ。ちょ、待って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 、もうちょっと耐える。あ、そのまま、そのままやっつけた。ちょっと待って、邪魔。僕たちの勝ちだ、はいはい、勝利。すげえやん、トーマ一人、妖怪の力を借りずに。バーガーおにぎり、でも憑依召喚にとどめを刺したかった。バカな、人間不正がこれほどまでに不動明王の力を引き出せるわけがない。いや、引き出したんすよ。え、もしかして人間じゃない。不動明王は大切なみんなを守るために僕にこの剣を貸してくれた。許さない。この力は僕らと妖怪たちの絆だ。友達を傷つけることは絶対に許さない。フクロウめ、結界を解かれたか。おい、忘れるな、その剣は人間が持つべきものではない。真の力は我々のためにあるのだ。
負けたくせに何言ってんだよ。普通に去ってった。なんと！お主ら皆無事か？うんうん、見ての通り、うん、大丈夫。よかった、これでみんなを守れたかな。いや、一人大丈夫じゃない。おお。大丈夫か。お、こいつは。ふん。目が覚めたようだな。まだ無理をしなくていい。カイラ様。ああ。お前たちの身に何が起きたのか聞かせてもらったぞ。不動明王の力、よくぞ引き出した。トーマ、お前が皆を救ったんだな。はい、でも。それ、不動雷鳴剣？力がなくなってるのか？うん、しばらくは憑依できないと思う。みんなごめん。いや。無理もない。お前が戦った道月という男は、波の妖怪ではなかったのだからな。でも二回目行けそうやったから。カイラ様。あの妖怪たちについて何か知ってるんですか？あいつらは不動雷鳴剣を僕らから奪うつもりだって言ってました。ああ。調査を進めていく中で分かったのだが、奴らは妖魔界の裏社会で暗躍する。古の鬼族の一派だったのだ。にゃんでそう？絶対ピンときてないやろ。古の鬼族ってなんだっけにゃん？みんなも。ジェット！カイラ様から教わった予言、忘れたんですか？やばい怨念を目覚めさせるとかいう奴らですよ。はい。予言の災いはもう始まっていたんですね。そう。そして、さらに恐ろしいのは、アシュラ・ゴーエンマルが奴らの手にあるということだ。あの剣か。あの剣は不動雷鳴剣と同じ、妖精剣の一つ。強大に力がゆえに封印されていた武器なのだ。その封印を解いたと。残る妖精剣はあと3本。それらは未だに妖魔界の各地に封じられている。はぁ？そんな剣を欲しがるなんて、裏社会妖怪やばすぎでしょ。裏社会だからね。ああ。どんな目的がありにせよ、危険すぎる。奴らに妖精剣を渡すわけにはいかない。よーし！みんなで残りの妖精剣を守ろう。怖いけど、力を合わせればなんとかなる。うん。よく言ってくれた。感謝する。ではお前たちに教えよう。ま、力を合わせればって言ってもさっきトーマだけやったけどね。不動雷鳴剣に次ぐ新たな妖精剣。朱雀蒼天山のありかを。おー。なんと！カイラ様ご存知なんですね。おいっさん！その剣その剣、どこにあるんでうぃす？妖精剣が封じられた場所は、この世界と特別な扉で繋がっているという。その封建の扉が、この町に現れたのだ。え？また新しい扉が。ああ。その扉は妖魔界にある、蒼天山へと繋がっている。頼んだぞ。そこへ行けば、お前たちが求める妖精剣、朱雀蒼天山に出会えるだろう。カイラ様、その扉はどこにあるんですか？うん。それは、この霧立神社の境内だ。マジでちっか。うち？まさかこんな近くにあったなんて。どうやら神聖な力で隠れているようだ。洞穴に気づかれなかったのもうなずけるな。ミスー！それなら妖怪お家でサーチをしてみましょう。きっとすぐに見つかりますよ。まるで扉がお前たちを呼んでいるようだな。楽しそうだ。いける。行ってみようみんな。僕はもう動ける。急ごう。大丈夫か。てかみんな体力大丈夫な。俺んち別の世界に行ける扉があるんだぜ。ん？秋のりなんかカッコつけてる。こんな時まで。何これ、なんかハテナついてるけど。あ、なるほどね。怪奇案件ね。じゃあ常にハテナついてるってことかな。なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。蒼天山の扉を探そう。なんかいろんなところにいろんな扉があるね。どれが何の扉かわからんくなりそう。